シーンが切り替わってジャブローの要塞内の一部屋、みんなが順番に階級証を受け取るし、ブライトさんはこれで中尉になりました。ミライさんは少尉、セイラさんは軍曹、アムロは総長カイト・ハヤトは伍長、フラウボーは上等兵になります。で、戦死したリュウさんは2階級特進で中尉になります。実はこれは大事なことなんですよ。アムロはね全然わかんなくて、それだけですか？リュウさんにありがとうの一言もないんですか？って言うんですけども、軍が戦死して2階級特進するっていうのはどういうことかっていうと、リュウさんに家族がいたかどうか分かんないですけども、し たそん、家さんもともとは軍曹ぐらいの階級だったんですけど、周囲になるって、遺憾になるっていうのは、全然保障が変わってくる。いわゆる会社の取締役になると、退職金が8000万ぐらいになりますよね。で普通に会社に勤めてて、退職金もらうと1000万ぐらいにしかならない。それぐらいのものすごい差があるんですけど、軍隊で2階級特進っていうのは、ほんとすごいんですよ。そんなことを知らないアムロは、連邦の士官に打ってかかって、思い切り平手打ちを食ってしまいます。